鏡の中小さい頃、俺はいつも鏡に向かって話しかけていたという。もちろん、俺自身にははっきりとした記憶はないが、親戚が集まるような場面になると、決まって誰かがその話を始める。近所には、 同い年くらいの子供がいなかったので、寂しくて鏡の自分に語りかけていた。そういうことになっている。だが、事実は違っていた。はっきり鏡に人影らしきものが映るようになったのは中学の頃だった。昼も夜もない。 鏡を見ていると、俺の後ろに誰かが横切ったり、誰かが覗き込んでるような顔が映るようになった。そうなると、人の視線を感じたり、気配を感じるようになる。落ち着けないし、深い眠りにつくこともできなくなった。それは気のせいだったかもしれないが、 俺は自分の部屋から鏡をなくした。そうすると、それは一ヶ月ほどで消えた。それからは、すっかり見ることもなくなって忘れていた。十年経って、俺は一人暮らしを始めた。先週のことだ。 夜中に車を運転していて、ルームミラーに目をやると、そこに人の顔があった。急ブレーキで停車し、後部シートを振り返ったが、誰もいない。だが、ミラーの中の顔は消えずに、俺を見ていた。不思議なことに、前髪がミラーから生えて、 ゆうらゆうらと揺れている。やっと気がついた。鏡に映ってるわけじゃない。鏡の中から俺を見ていたんだ。車をそこに置き、一時間かけて歩いて帰った。今、 テレビから這い出してくる、貞子の映画を思い出している。正直言って、正気でいる自信がない。 映るもの小学校一年生の時祖母の家に一週間ほど泊まった時のこと鏡に変なものが映るけど見たらダメだよと言われたあてがわれた六畳の部屋には 年季の入ったらしき兄弟が。そこは昼間でも暗く、電気をつけても大して明るくならないような部屋だった。寝泊まりできるよう中を片付けた際、私は祖母の忠告も忘れて、鏡にかかっていた布をなんとなく取り払ってしまった。何しろ、 貼れるものは貼って、剥がせるものは何としても剥がしてしまうような年齢である。ある朝、詳細はよく覚えてないが、確か兄弟に乗せていた瓶か何かを取ろうとして、そちらに手を伸ばした時である。私の手が鏡に映った。 ぶよブよとした青白い手だった。えと思って鏡を反射的に見た。確かに自分の影が映ってる。影というのは部屋が暗かったからだ。窓から弱い明かりが差しているので、 そばで目を凝らせばよく見えたが、はっと顔を上げた時には輪郭くらいしか確認できなかった。たたずまいといい体の角度といい自分の影に間違いない。細部までよく見えずともそういうことはわかるもんだ。鏡に整体して、 全く動かないということはない。肩や腕の揺れなど、ささやかな動きの一つ一つまで、まるっきり私と同じ動作だった。だがその影は自分のものではなかった。着物を着ていたのだ。輪郭しか見えなくても、自分の衣服と違うことは分かった。 そして目が慣れてくるにつれ自分は坊主頭のはずなのに胸像がなんだか変にもじゃもじゃした髪型をしてることも明らかになった私は電気をつけようとしたすると胸像が全く同じ動作をした顔を確認したかったのだが なぜかふと思いとどまって、私はそのまま部屋を出て行った。不思議なことに当時はあまり怖いと思わなかった。祖母の忠告は覚えてはいたが、その時の私は、もっとずっと視覚的に異質で、いびつな何かこそ変なものだ。と、 信じて疑わなかったのだ。特撮や漫画の影響だった。祖母はもう亡くなってしまったので、彼女が何に対して警告を発したのか、もう知ることはできない。今となっては、電気をつけなくてよかった、と胸を撫で下ろすような、 ぞっとする体験なんだが、ある人に次のように言われて震えが止まらなくなった。言われてみたらそれは鏡に映っていたのだ。それって顔見てたら目と目が合ってたってことだよな。 切り取る《昨日から今日にかけての話》《正直言うと好きな人を旅行に誘ってみたんだ》《どこがいいかなと考えたんだが車を持たない俺には電車で行ける範囲しかも日帰りで帰れるぐらいの場所がよかった》 さすがに泊まりは考えてなくて誘ったから。それで、ちょいとした観光地に行ってきて、さて帰ろうかと思ったのが午後の6時。特急で地元までは2時間強。JR の窓口に着くか着かないかのところで、女の方から、もう少しここで楽しもうか。 と言ってきた。俺が誘うべきだったんだろうけど、告白もしてないから、お泊りは NG、なんて考えてたんだ。それで、恋人じゃない人と泊まることはできない、と伝えて、へんてこな告白をして、無事 OK をもらい、彼女ができた。 そこまでは最高。怖い話も一切ない。そこから、宇頂天の俺は、泊まるとこどうしようか、と、まずは宿探し。そして、旅館に泊まることになった。着いた先で飯食って、風呂入って、そこからまったり。 流れ上キスをしてテーブルの下で足絡ませてまたキス。でもこれ以上がなかなか進まない。それから三十分ぐらいしてとうとう彼女を横に倒した。そこでふと鏡に目が行ったんだが外の窓が映ってて どうやら障子が閉まっておらず、外から丸見えだったんだな。その代わりこっちからは外は見えず、反射した部屋が映ってたんだ。俺の横に彼女がいて、もちろん上から覆いかぶさろうとしてる俺の姿が反転して見えてるんだが、どうも上にもう一人いるんだ。 二度見してみても確実に鏡に映る窓の俺らのそばにいるんだ。包丁を持った子供が。で、俺を刺そうとしてる。というか、必死で刺してるんだよ。何度も。でも、別に痛くも痒くもない。ただ怖いから、 鏡を凝視していたんだ。すると、彼女も異変に気づいて、どうしたのって聞いてくるんだけど、さすがに今からそういう行為をするって相手にその状況は言えない。それで全部なかったことになるのは嫌だったんだ。怖さよりも性欲が勝ってた。 だから、窓の前の障子が開いてるから、向こうから見られるかもって感じで、適当なこと言って閉めようと立ったんだ。その時、その子供が包丁で自分の首を刺してぶっ倒れやがった。さすがに怖くて、彼女を凝視した。 そしたら彼女が、ああ、ごめん、生理来ちゃったかも。と、申し訳なさそうに言うんだ。で、浴衣の股から血が少し滲んでいた。あまりのタイミングの良さにビビりっぱなし。鏡を見ると、 その子供は徐々に立ち上がって、なんか変な武器というか、鋭利なもので、自分の頭を首から切り取ろうとしてる。そして、ゴトンって音が鳴って、後ろの茶入れてた急須が机から落ちたのと同時に、その子供の首も落ちた。女の 股の上に。何が何だかわからないから、ここは良くない、帰ろう。って彼女に言ったんだけど、え、なんでと言うばかり。ラ致が開かないから説明するも、は何の繰り返し。 とりあえず、押し問答の上、そこをすぐに勘定して、タクシー呼んでもらって。で、近場のファミレスまで行ってもらって、事情説明して、始発まで過ごした。すると、彼女からは、あんた最低、あれが来たと分かった瞬間に帰るだなんて。と、お叱りをいただいて、別れ話に発展。 どうにか説明するも結局ダメだろうなと意気消沈して帰宅した次第ですあれは何かの意味があんのかな正直付き合ったばかりてか一日か泣けてくるで別れたくはないのでマジで頑張ってみるけど どうすればいいのやら。てか、マジで。今は、なんだか疲れと怒りと悲しさで、尻滅裂してる。まあ、寝ます。以上、報告のみです。 覗く11年前に一瞬だけ住んだ京都のアパートの話です当時学生だった私はちょっと無理をして風呂とトイレのついた部屋に引っ越しました引っ越してきた最初の日風呂で髪を洗ってる最中に ふと鏡に目をやると、そこに女が映っていました。僕の背後で中腰になって、鏡越しに僕の顔をじーっと見ています。金縛りにあったみたいに振り向くことも叫ぶこともできませんでしたが、それでも手を後ろにやってみると、女の服に触れました。 どうやら実態があるようですが、それでも怖いことには変わりありません。やがて女は立ち上がって、ドアを開けて、風呂場から出て行きました。風呂を出てから玄関のドアを調べましたが、鍵がかかっています。ただ、窓の鍵は開いていました。 部屋の中も調べたんですが人が隠れるような場所などどこにもありませんその日は触った時の感触や出ていく時の仕草なんかが人間っぽかったし窓から誰かが入ってきたのかなと思いました次の日風呂に入る前に ドアや窓を施錠したにもかかわらず、また女が現れました。昨日と同じように、しばらくこっちを見つめた後、ドアを開けて出て行きます。その間、僕はやっぱり身動きできませんでした。慌てて風呂場から出て、 閉じまりを確認したんですが、ドアも窓も鍵はかかったまま。すぐさま、大家の家に電話しました。大家は僕の話を聞いて、そんな話は聞いたこともないが、と言いつつも、その部屋の前の住民が自殺してるんだ。 と続けましたここに引っ越して3ヶ月くらい経って校舎の屋上から飛び降りたんだそうそこまで聞いてひょっとしてと思ったんですがその住民は男だということでした 気持ちが悪いので部屋を出たいと申し出ると、一ヶ月以内なら敷金は全額返す、ということだったので、速攻で部屋を探して、一週間後には部屋を出ることにしました。その間、部屋の風呂には入らなかったせいか、女の姿は一度も見ませんでした。 引っ越しも決まって荷物の整理と言っても大半は段ボール箱に入ったままでしたが、をしていると押し入れの下段に背の低いタンスがあることに初めて気がつきました。そのタンスと押し入れの天井の隙間から写真屋の袋が出てきました。 中には写真が二十五枚とお札が一枚。写真はすべて風呂場の鏡を映したものでした。カメラを構えた男以外に人は映っていません。ただ途中から背後のドアが開いています。 それだけの写真だったんですが、急に背筋が寒くなりました。もし写真を撮った人物が自殺した前の住民だとすると、なぜそんな写真を撮ったのか。彼が撮ろうとしていたものは何だったのか。そんなことを考えるうちに、 いても立ってもいられず、その写真を元に戻すと、大慌てで部屋を出ました。以降、オカルトな体験は一度もしていません。 はい、どうも皆さん、こんばんは。こまだん、こまだんご。えー、こまだんごです。えー、今回は鏡に関する怖い話を4つ読ませていただきました。いや、どのお話も本当に怖かったんですけども、えー、3話目と4話目が特に僕の中では一番ちょっと不気味な話だなと思いながら、えー、読ませていただきました。 うん、なんかもう訳がわからなすぎちゃって。まあでも今回読ませていただいたお話全部何が何だかっていう感じで何が何だかわからないけどとにかく怖いことが起きて怖いみたいな感じのお話でしたけど。<laughs> いやーね、3話目と4話目特になんか、うん、また読んでてめちゃくちゃ背筋がゾーってなりましたね。うん 鏡の話って階段話に結構つきものというか、まあ多いですよね。うん。まあ僕の中でめちゃくちゃ印象的なのは、やっぱり小学校の時に流行った、えっと深夜何時何分に鏡の前に立って、なんかあることを言うと、なんか鏡の中に連れて行かれて、えー、亡くなっちゃうみたいな、なんかそういう話ですね。 子供の時にそれを聞いてめちゃくちゃ怖くて <laughs>、でも実行してみたいな、なんだ、かんだ、つって結局実行せずにね、今日まで来ましたけど <laughs>。同級生の何人かは実行してたかな。まあでも特に何もなく、何、えー、ともなかったよ、みたいな報告はね、受けたことはあるんですけど。まあなんか、以前誰かに、誰に聞いたのかわかんないですけど、鏡はね、なんかあの世と繋がってる、 まあなんかドアみたいなもんみたいな感じで、まあ聞いたことがあるんですけど、まあ本当かどうかわかんないですけど、まあでもこういうお話が結構ね、あの多いっていうことは、まあ実際にやっぱり何かしらあるんじゃないかなって思ってます。自分は。<laughs> 思ってます自分はってなんだろう <laughs>。思ってます本当に、えー。まあ何かしらあるんかなっていう感じっすよね。 鏡とそしてオカルトになんかそういう関係性があるのかどうかみたいなね話に詳しい人がいたらぜひねコメント欄とかでも教えてくださいはいえー、ということで本日のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました読ませていただきありがとうございましたはい えー、というわけで今回もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございましたこの動画が少しでもいいと思った方は是非、えー、評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたしますいつも本当にありがとうございますそしてこの動画の概要欄には今回お話を読ませていただいたサイト様の URL、えー、そして僕の LINETikTok インスタ Twitter の URL 貼ってありますのでよかったら是非チェックしてみてくださいはい ではまた次のお話でお会いいたしましょうごま団子でしたおやすみなさい